んです。こいてやんところです。ようこそおいでませー。あんちゃん女装やるらしいよ。なんで、すごい、おめでとう。ありがとう。まあコスプレがうまくいくか否かは置いときまして、本日はワンピース衣装手作り体験体験コースでございます。今回ワンピースの衣装を布からニュ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 しますので、その様子をメインでちょっと皆さんにお届けできたらなと思っております。ちなみに誰の衣装なんですか？言わないの？言わなきゃダメだよね、恥ずかしい。誰の何色の何のワンピースをやるの？うるせえやつらランちゃんですね。ピンク色の髪の毛のピンク色のワンピースのフリフリな女の子。ピンク本当にまあ、うまくいくかはわからないけど、衣装自体は別に皆さんにお目汚しなくお届けできますから。そうだね、誰が着ても衣装は一緒だから。だから衣装の作り方講座だと思ってみてください。でも似合いそうだけどね。優しいね君は本当になんでランちゃんなのかっていうと、ルミックが好きなのはずっと言ってるんですけど、うるせえやつらの最推しがランちゃんなんですね。昔からのコスプレ友達に誘ってもらったから、今を逃したら二度とやらないだろうなと思ったからチャレンジしてみたいと思います。うまくいかなかったとしても、まあ別にもうリベンジをね重ねていけば、もしかしたらいつかお見せできる状態になるかもしれないし。あ、じゃあこの動画のゴールで見せてもらえないんだ完成。いやそれはなんか本当に皆さんに失礼になるかなと思ってなんかね、もしめっちゃランちゃん好きな人いたら、なんかそのほらやっぱさ、こんな推しじゃないキャーってなったら申し訳ないから。あ、じゃあ衣装が作り終わったところまでしか映らない、うん、まあ、基本はそうですかね。あ、それかじゃあめちゃくちゃ注意入れる、ピンポーンみたいなこの先黒幕を10分挟んだ後にランちゃんのコスプレ写真が現れます大丈夫な方のみ10分間お待ちください10分も待たされんのか。じゃあいいわ。でしょでしょ、頑張れ。それでは皆さん、私が家で頑張って準備しているご様子をご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは。お風呂上がりおしまいの美人でございますけれども、型紙の方をですね切っていきたいと思います。まあ、型紙の説明をねしましょう。プリンセスラインワンピースっていうもの、型紙を購入いたしました。うさこの洋裁工房っていうねサイトがあるんですけれども、こちらのサイトにですね、なんかいろんな洋服の簡易版の型紙とかが、ね、売ってたり、あと無料で公開されてるものもあったりってことで結構使ってるんですけれども、今回の型紙は有料でしたので、購入いたしました。ダウンロード版って言って、こういう A4 の紙に型紙が印刷されているので、これをねたくさんするわけですね。そしたらそれをこうやってのりで貼っつけてつないで1枚の型紙にして、でこれを切って洋服に当てて布を切ると、そういうシステムなんですね。型紙っていうのは、型紙って何っていう人は本当にわからないと思うんですけど、そういうシステムなんですね。プリンターがある方はその A4 でダウンロードできる型紙を買えば、お家で全部型紙作れちゃうと、そういうわけでございます。これちょっと切りながら喋っていきますね。だからいや立ちながらだと切りづらいと。型紙さえあれば服ってほんとすぐ作れるんですよね。でちゃんと縫い方の説明書みたいなのもねついてたりするので、そちらを使ってもらえば間違えずに縫えると、そういうわけでございます。型紙にも種類があってですね、まあ、こうやってダウンロード版は自分で A4 の用紙を1個ずつ貼っつけていかないといけないっていうね作業があるんですけれども、普通に売ってる型紙はもうその状態で売ってますから、その分自分でやることは少ないから手間は省けるかなって感じ。ほんと洋服作ったことない人は型紙があるとね全然違いますから、ぜひ型紙ある状態からやるのがおすすめございます。私洋服全然作れないんですけれども、型紙があったら作れます本当に裁縫嫌いだし苦手なんだけど、型紙があればなんとかなるからマジで。でまあ型紙置いといたらね、同じ衣装とか同じ形のものは何回でも作れるし、ワンピースを作るのに、印刷した A4 用紙の枚数、なんと42枚、 A4 用紙42枚ですね。すごい数の A4 用紙が必要です。見てバカデカでしょ。ワンピースの方こんなにあるの、こんなにあるの、こんなにあるの。さっきのは袖だから、袖はまあこういう形ですよ。こっちすごいの、本当にえぐい。これはもう床に置かんと切れん。ちょっと切り終わったところでお会いしましょう。切ってるとこ見ても何にもねえからな。切り終わったところでお会いしましょう。それではまた後で。はい、型紙切り終わりました。これが前なのかな。
ういう感じか。これは何、わからないのがある。前身頃は1個でよくて、この脇のやつが左右で2枚いって、これも後ろだから左右に2枚だ。ってことは 1,2,3,4,5,6 7個の生地を切り出さないといけない、プラス左右袖7,8,9 ですね。はい、布日暮里で買ってまいりました。こういう感じのピンクのワンピースになる予定でございます。ちゃんとピンクの糸も買ってきたからね、完璧ですよ。 あとチャックも買ってきた、ちゃんと。チャックじゃねえか、ファスナーか。後ろファスナーなのでファスナーも買ってきました。この布にこの型をどんどん取っていくという作業をします。もしも長さが足りなかったらおしまいですが、ちゃんと計算して買ったから足りるはずです。型を取るのはね、本当にこうやって紙をこう当ててウェイウェイウェイってチャコペンで引いて、それを裁ちバサミで切っていく、それだけの作業ですので、やりますわ。今からみんな見たい、そこ当ててるところ見たい、別にいらんよな。え、見たい、どっちなんだい。はい、ということで環境を整えたので、せっかくだから切っていくところを一部お見せしましょうか。これはね、どう考えても床じゃないと無理ということが発覚しました。この床でもいけるって感じでした。狭すぎ、家が。みんなすまん、私めちゃめちゃ初心者だからみんなにレクチャーすることは何もない。見えてないね、びっくりしちゃった全然見えてないじゃん。キビさえすれば終わりなんで、カツラの裁断の時も全く同じことを言っていた。カツラのやつは裁断したっきり予定がないから進めていない、やりたいのにカツラの予定がなさすぎてあれから進んでません。どう、ここになったら、あ、見えるじゃん、ここは見えるじゃんね。こういうことです。オッケー、切り終わりました、疲れた。でももうあとはこれ全部縫い合わせていくだけなんで結構簡単かな。後ろ横左ってメモしてるから、左後ろ横ここだ、ここら辺です。縫うフェーズでお会いしましょう。でも私の悪い癖なんですけど、ここまで切ったら、あ、じゃああとはもう縫うだけだから一瞬じゃんと思ってこのまま放置するというね、良くないことをやりますので、今回はできるだけ早めに縫うというフェーズを取り掛かりたいと思います。お疲れ様でした。また今度お会いしましょう。皆さんこんにちは、お久しぶりです。この間布を切って、で縫い合わせるところでお会いしましょうって言ったんですけど、私は嘘をつきました。縫い合わせました、最低、ごめんなさい、本当に許してほしい。別にそんなつもりはなかったんだ、ちゃんとみんなと一緒に縫い合わせようと思ってたし、こうやって待ち針つけるんだよっていうのも一緒にやろうと思ってたんだけど、ちょっと気がついたらもう縫ってて、本当に申し訳ない。もうしょうがないんだ、これはもうね、避けようがなかった、本当に申し訳ないと思っている。全部でワンピースね、前が3枚後ろが4枚で、合計なんか縦長の生地が7個あったんですけど、それを今前3枚を1枚にして後ろの4枚を2枚2枚合わせたから、その2枚2枚合わせたやつをこれからガッチャンコするっていう、後ろを1枚にするんですね。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、こっち側とこっち側をこうガッチャンコした上で、この真ん中にファスナーをつけたいんですね。背中にファスナーがあるワンピースにしたいので、ここをブラーって縫ってるんですけど、ここね、でこれを縫った後にこうやって広げて、こっち側を内側にして、こっちを服の外側にするんですね。そしたらここ縫い目が見えないからお洋服が綺麗になるよっていう、そういうシステムなんで、そういうシステムで縫っていってます。続きをやっていきたいと思います。あ、お待たせしました。携帯携帯ルートにされてたの。あ、かわいそう、ルートにされてたかわいそう。こんな感じでね、生地と生地をこう重ねて、ここに待ち針をこうフィット刺して、で全部バーって縫うとこ刺してから縫っていくっていう、そういう順番でやると綺麗にいくと思います。そうですよね先生。聞いてなかった。え、待ち針刺してから縫うといいって話をした。それは絶対絶対だった、義務義務です。あ、義務なんだ。え、ねえねえ、ちょっと一個相談していい？
チャックを今からつけます。こうね、チャックをつけるんですけど、今ちょっと待ち針でこう止めて、この上から縫っていくよっていうのをやって、ここにチャックを生成するという方法を試してみたいと思います。ちょっと一回止めます。また後で。こんばんは。続きをやっていきたいと思います。時間がまずいことになっておりますので、今日この衣装を完成させないとおしまいでございます。この間の続きでスカート の前の布と後ろの布をね一つにつなげて大きなスカートにしていきたいと思います。まあ、ウィッグがね、現在ゼロなんでございますけれども、ウィッグは大好きなので、まあ明日になっても最悪いいでしょう。というか、まずこの衣装を作り終わって自分がちゃんと着れる状態なのか確認しないとちょっと安心できない。マジで本当、前日になってさ、うわやっぱりダメだったってなったらおしまいですから。今どうもギリギリを極めてるように見えると思うんですけれども、まあギリギリなんですけれども、非常に追い込まれて準備をしていることだけは事実ですが、メンタル的にはねギリギリレイヤーではないので、基本的には本当に時間に余裕があるならば余裕を持って準備したい派なんですね。ただ本当に時間がないという謎の現象が起きているだけでということなので、まあ言い訳ですね、全てがギリギリ界の中でも余裕を持った準備をしていきたいと、そういうお気持ちでございます。片面やり終わったから一回縫います。OK。洋服を縫うときに気をつけてほしいんですけれども、表裏ね絶対間違えないように縫ってくださいね。もう信じられないと思うけどね、本当に間違えるの人って。表裏合ってるわと思って縫って、縫い終わった後になんか違ったってなるのがね本当にあります。これはもう絶対100人が経験した、今まで、前後ろ前後左右、各所を間違えたことのあるコスプレイヤーの皆様、そうですよね。なんでなんですかね、あれはなぜなのかっていう、マジ誰か論文を書いてほしいわ。あ、じゃあこれは気をつけて、表裏を間違えないように しなければいけないな、うんうん、これなら大丈夫だぞって見て縫い始めたのに間違ってるんですね。これが不思議、本当に不思議で、その縫い終わったね後に一回全部ほどかないといけないですね。もし間違えてた場合はもうほどかないとお話になりませんので、ほどいてる時の虚無ね、今までの時間は何だったんだろうっていうのと、もう縫う時の倍以上時間がかかるので、糸をほどくという作業はあれの時間をちょっとでもハッピーにしたいよね。なんかさ、考えない、一緒にこの取らなければならなくなってしまった時間の有効活用方法をさ、なんかその時にしか流れない音楽を用意しといて、うわっやばい間違えてやったみたいな時にその音楽を流してテンション上げるとか、逆に縫っちゃった時に、あ、これは逆に縫った時にしか聞けない音楽だから、いや逆に縫ってよかったなっていうハッピー項目をね用意しておくっていうのはどうでしょうか。ちなみになんですけど、なんと、このスカートを一度逆に縫っております。マジで逆で縫ってました。超恥ずかしい、本当に恥ずかしい。だからみんな強く生きて、私もさっき間違えたからさ、もし間違えたよっていう、ナウで間違えてる人がいたらもう強く生きよ。私が話を聞いてあげましょう。その間違えて塗っちゃったトーク聞いてあげるから連絡してください。あ、縫います。よし縫えた、ワンピースです。今このね肩の部分をまだ縫えてないから、ここをね縫っちゃいます。なんかこの生地と生地をね2つにこうペッて開いて、でそこにアイロンを当てるっていう、生地を割るって作業があるんですけど、まあ、それをすればねだいぶ綺麗に縫えるようになるので絶対にやった方がいいです。でも本当にこれを機にうるせえやつらとかランマとか予定いっぱい欲しいからさ、頑張りたいよね友達作り。マジでねうるせえやつらとランマ、まあうるせえやつらよりは1番がランマなんですけど、でうるせえやつらが2番で、3番が私犬やしゃって感じの順番で、ルーミーとか好きなんですよね。その本当にランちゃん好きなんですよね。ランちゃんって結構ねきつめのキャラだから、まあ、そんな好き嫌い分かれるかと思うんですけれども、もう本当に私は大好き、可愛すぎる。レイさんに一途なところが本当に好きなんですよね。だからレイさんと合わせたからもうそんなん楽しみじゃん。
できた。ちょっと着てみるか一度。今袖襟なしの状態のワンピースが完成したはずなので着れた。え、できてるわちゃんと。ちょっとこんな感じ。あ、ちゃんとしてる。ちゃんとワンピースの形してる。よかったよかった。これはパニエって言ってスカートをね、あのペチャンってならないようにふわんってするために中に履くやつを買いました。これギャザーを入れる時のさ、糸は何でもいいんですか？ギャザーを寄せておかなければ、そのままつけると余ってしまうはずです。大変。じゃあギャザーをつけなきゃいけない。ぜひチャレンジしてみましょうって書いてあるから、じゃあぜひチャレンジしてみるわ。え、本当に？え、どういうこと？ちょっと全然わかんない。何ギャザーって。ギャザーの寄せ方あるわ、YouTube に。本当に？本当に？あ、なるほどね。すごい。めっちゃわかりやすい動画が YouTube にあった。みんなだからな。だから YouTube 見なってそういうことだわ。私の動画なんか見てる場合じゃなかった。すまない。本当に再生してくれた皆さんに謝りたい。絶対に YouTube を見た方が分かりやすいということが分かった。ギャザーの寄せ方で調べ、めちゃめちゃ出てくるわ。いいやつ。2本つけた方が綺麗にいけるらしいよ。で、ちょっと長めに余して切る。で、もう1本全く同じように縫うと。で、これを引っ張るというわけだ。そしたらギャザーが寄るということですか？は、寄りませんけど。意味がわからないです。寄るのがこんなんで、寄ってんのがギャザー。わからん。こんなん不可能じゃない？むずくない？そんな綺麗に寄らないんですけど。こう端っこいっぱい。いや絶対切れる切れる。糸が切れる。どういうことですか？ギャザー寄れ。あ、ギュッてなった。ギュッてなりました、今、なぜか。何をきっかけに？君は何をきっかけに？今、何？ギュッてなったの？わからんけど、これをギュッてしたのをニューンってして、あれするわけだな、きっと。わかった、こうか？あー！わかった！やさんが寄りました。あー、そういうことか。あ、なるほどね。私さ、これ2本の上糸と下糸があって、それの片方をビュッて引っ張ったらギャザーが寄るんだわっていうことを今知りました。あ、なるほどね。今上糸と下糸両方同時にバーってしてたから、もう生地がってなって、なんか何ってなってたけど私が悪いわそれは。あ、そういうことか。こういうことか、ギャザーって。はあ、分かりづらい。こうやってこうさ、こうしたらここがシワシワシワってなるじゃん。シワシワシワをこう全体にこう分散させれば、こうギャザーが寄ったということになるわけだ。すげー。そりゃあ私は一体何をしているやつだろうって思ってたんだろうな、ギャザー寄せる業界の皆さんからするとこいつはバカだなと思われてたんだ。恥ずかしい。みんなは本当恥ずかしい思いしないように気をつけて。ということは、これでギャザーを今寄せたので、この状態でこの袖のこの下の部分をこう縫って筒状にするとよろしいですか、それで。あ、違う違う違う、ここもちゃんと待ち針をしといた方がいいに決まっている。絶対に待ち針をしなくていい日なんてないんだから、絶対に常に待ち針はした方がいいんだ。え、なんか衣装完成しそうじゃん。なんかちょっとこうやってさ、あ、できるってなる瞬間がさ、あの物事って楽しいと思いません？ウィッグとかもそうなんだけどさ、なんかあ、できるってなる瞬間がやっぱ楽しいからさ、そういうできる成功体験をすることってもしかするとさ、とても大事なんじゃないでしょうか。皆さんどう思われますか？推しに近づけるっていうその成功体験を積み重ねることが実はコスプレにおいてとても重要なことなのかもしれませんね。知らんけど。袖作り終わりました。こいつとこの元のデカワンピを融合したいと、そういうことでございますけれども、これで袖を中に入れる。こうか。これが多分ピッタになるようにギャザーを引っ張って長さを調整するって書いてある。これをこう通して縫っていくということ。違うね、しつけするんだわ。うわ、めんどくせえ。しつけするのか。そういうことか。なんかをしながら作業するのがすごい好きだから、まあ私こうやってね喋りながら作業するのとかも別に向いてるとは思うんですけど、スペースとかだとさ、その時間にみんなと喋りながらとかね、コメントでね会話しながらとかしてこうできるじゃないですか。
でもね、こういう今のこのスタイルだとレスポンスはね、まあ皆様は今見てるからいいですけど、私はね、録画してる Now ではね、誰ともコミュニケーションを取れていないわけでね、とても寂しい。私は今とても寂しいと思っている。てかさ、聞いて。そう、さっきね、みなちゃんがスペースしてたんですよ、作業スペース。うらやましいと思って。私だって今みんなと会話して作業スペースで話聞いてほしい。本当はスペースとかインスタライブとかしながら作業をやりたいのに、頑張って今一人ぼっちで作業してる。だからもうより一層寂しさが増しているところ、今日この頃でございます。スケートっていうのはですね、仮縫いみたいなもんですね。待ち針のままだと非常に縫いづらいですから、押さえているものを糸に変えちゃおう大作戦というわけなのかは知らないんですけれども、まあなぜかそういう感じで仮縫いをした後に本縫いをするっていう技法ですね。縫い物に関してはマジ初心者なんでね、本当よろしくお願いします。一緒に頑張っていこうぜって感じなんで、あんまり私に縫い物の質問はしないでください。何も答えられませんので。なんてしよう。あ、しようといえば今日はこんなこと言っちゃダメか。まあいいよね。もうこんなね、ダラダラ動画を見てる人たちはまあもうね、ダラダラとダラダラと作業しつつ見てくれてると思いますので、もう私もダラダラとちょっと話をしましょう。今日はツイッターでね、なんかちょうど塩対応の話がなんかまた学級会起きてて、まあ具体的なっていうか、具体的な例じゃなくて、多分コスプレイヤーさん、好きなキャラのコスプレイヤーさんとかをイベントで見かけたらもう絶対声かけないともう二度と会えないかもしれない、後悔するから声かけた方がいいよみたいなツイートをしてる人がいて、まあなるほどって感じじゃん。それはそうだよね。だって二度と会えないかもしれないと思ったらもうその時に話しかけないと後悔します。それは本当にそうだと思う。だけどそれに対してなんか隠密でなんか声かけたとしても、その必ずしもこういい対応してくれるわけではない。一回こう塩対応ですごいね、こう思ってた対応ではなかったんでしょうね。ちょっとされて辛かったよみたいなことを言ってる人がいて、まあそれも確かに悲しいね。好きなキャラクターのねコスプレイヤーさんに話しかけてそんな冷たい対応されてしまったら、それは悲しい。それはもうそりゃそうだなって思う。私もそうだなって思って見てて、でそれに対するこう賛否両論じゃないけど、あ、私はこうだっていうのをみんながツイッターでわやわやと言っておりまして、まあほうってそれを眺めていたっていう。まあ今塩で思い出した。なんだっけ、何の流れでこの話になったんだっけ。まあそんなねお話がありました。私からね、一つ皆様にアドバイスをしてあげましょう。このようなコスプレイヤー学級会がね、話題に上がっている際ですね、皆様、もしね、まあ特にそんなにこう強い思想がないよという方は、もうその話題についてのツイートしないということをお勧めします、マジで。コスプレイヤー学級会っていうのはね、なんか、それを見た人たちがみんな、それぞれ、ぽい、ほやほやほやってつぶやいたのが、ほやほやほや。広がってってなんか学級会になっちゃうんで、もうね、そういうのはもう全部無視するというのがね、最も学級会の早い収束につながりますので、つぶやかないということが一番いいんじゃないでしょうか。だって両者正しいですからね。もう双方の意見が理解できます。学級会とはそういうものですからね。そんなお気持ちで常にツイッターを見ています。まあ別にそれに対するなんか意見とか言えるんだろうけどね、私も別にね思うことはありますよ、そりゃ。でも正直両方分かっちゃうからな。だって自分がコスプレイヤーさんね、好きなキャラのコスプレイヤーさんにこう話しかけて、なんかすごい冷たく対応されたらね、え、しょぼんってなるし、しょぼんですだなって思うだろうし、まあ逆にね、とっても今急いでますっていう時に話しかけられたら、あ、すいませんってなるだろうし、なかなか難しいことです。本当に全ての人間が幸せになれる道を探りたいと思っておりますが、そんなことは難しいのかもしれない。ただただ一人でもね、幸せになれる人が増えればいいという、そんなお気持ちで私は今こうやって動画をね撮っているとは限りませんけれども、はい、すいませんね、本当にあんまり主語はでかくしない方がいいですから。そんな別に世界平和のためにね動画を撮っているわけがないでしょ。私がコスプレをしたいから今コスプレの衣装を作ってるだけに決まってるじゃない。何をそんなでかいことかと思った。そんなわけないだろう、バカめ、騙されたな。もうやばすぎ、情緒大不安定女になってる。
もう視聴者ゼロになったわ今。なんだこいつ。最近ね、視聴者さんじゃないけどさ、 YouTube のショートのね動画が結構再生されるようになって、まあ、とっても私としてはね嬉しいことですよ。やっぱりいろんな人に見てもらえるのはめっちゃ嬉しいからさ、からいろんな人に見てもらえるとさ、なんかいろんなコメントがさつくわけですよ。まあ、って言っても私たちは非常に幸運な方でして、まあ、いわゆる誹謗中傷みたいなことはね今のところ一切ありませんので、とても助かっております。ありがとうございます。なんかよくあるのはなんか喋り方、あと身振り手振りね、ショートで結構非常に激しい、あのちょっとうざい感じ の、 あの身振り手振りのショートを結構上げていますので、ね、まあ、初見の方からすると非常にお前誰みたいな、え、何喋り方うざみたいな、そういう風に思われることがありますと。だから本当にそれは申し訳ないなと思っている。だってもうあんなんね、あんなんさフィードで流れてきたと思って、もうテロじゃんね。その方に健康被害が出るとかだったらもう本当にめっちゃ申し訳なーってなるけど、別に健康被害が出たとかそういうことではないだろうから、多少不愉快だよとかそれぐらいならまあね、もうそれはしょうがない、ちょっとお互いに我慢しましょうよっていう世界だよね。多大なる不愉快は与えてはいけないなと思うので、皆さんもね、あの多大なる不愉快を感じた時はもう正直に言った方がいいです。私に対してもね、絶対にそれはね、あの本当にこれはあの気をつけてほしいことなんですけど、あの私たちのことが好きな方っていうのはですね、非常にもう好き補正というものがねありがたくもかかっているでしょう。なので私たちが誤ったことをした時に、小雪亭所さんがやってるから間違ってないんだってね、そう思ってしまうかもしれないけど、私たちが間違えることだってきっとありますので、まあ、もう極力間違えないようにしますけどね、生きてる上で間違えないように生きていきたいとそう思っていますけれども、人間ですのでミステイクありえます。そういったミステイクをしていた時に、あなたはちょっとおかしいですよと、そうやって言えるファンになってください。何偉そうなやつ。お前が自分で頑張れ、自分の力で間違った道を行かないようにしろと、そういうことですけどね。将来の私は今の私と違って、もうとんでもない人になってるかもしれないから、その時は あなたのこと昔は好きだったけど今のあなたは好きになれないです、こういう理由でねって、そう言って立ち去ってください。そうすればきっと未来の私もね、ああそうだったのかって気づくかもしれない。よっしゃー、フィニッシュしつけ。ここにね黄色い糸がビャーってついてる袖の部分ですね。これでちょっと袖を縫い付けていきたいと思います。いったいったっぽい、できた、袖ついた。あと襟つけたら上は結構良くて、ちょっとねあのミスったのが裾を明らかに長く作りすぎて、ちょっと見てこんなに長いの。私の理想だとこの辺の長さでいいから、これぐらいでいいのね。ちょっとそれをちょっと今から調整可能かやってみます。めっちゃ可愛くない？待って、めっちゃ可愛い。ランちゃんのこの衣装マジで可愛いと思ってたから嘘でしょ。着れるの嬉しすぎる。恥ずかしいからあの隠してたんですけど、私めちゃくちゃフリフリのお洋服大好きなの。フリフリのドレスとか着るの大好きな女の子なんです。実は本当すいません、男装ばっかりやっててこんなこと言うのも恥ずかしいなと思ってたんですけれども、あのちっちゃい時はあのなんだっけ、写真館みたいなとこあるじゃん、フォトサービスみたいなところ行って、あのプリンセスの衣装とか着て写真撮ってもらうやつをあのお母さんにおねだりしてやってました。裾をさ、もうごめんだけど切っていい？これ切るという行為はありえる？そう、この辺で折り返したいっていうラインでバチバチペペペペペってやってみるわ。それでいけそうなんだったらもう切っちゃおうかな。すいません、あの YouTube 撮るよってさっき話してたけど我慢ならんからスペースやります。ちょっとだけスペースやりながら、そう、さっきみなちゃんがスペースやってたのに、この裾調整が終わったらまた帰ってきます。ほんならまた。はい、今スペースでなんだかんだダラッダラしゃ、結局やっぱスペースやってしまうとダラッダラしゃべってしまうところは良くないのかもしれないんですけど、ちょっと裾を上げるねポイントで今しつけで縫ってました。これで縫っていらんところは切ると。お、いった。
昨日と一日、変わり次の日になりました。襟の方を作ってしまいました。すいません、昨日あの後土深夜に一人で作業をいたしまして、襟の方が無事につけられました。ちょっと後でお見せします。そんで今ね、袖を縫ってなかったから袖の方を完全に縫ってしまっておしまいにしたいなというところでございます。糸はね、こういう100均に売ってるこのケースに入れておりまして、ボビンはボビンケースみたいなのあるんで、それにね入れております。襟が白だから襟の方に合わせて糸をね、今白い糸に変えてたんですけど、ちょっと今袖を縫うとなったので袖の方に合わせてピンクの糸に戻してます。さすがに行ったと言わざるを得ない気がします。これは嬉しい。ちょっと待って、ちょっとお待ちください。はい、完成しました。ちょっともう本当に家が汚すぎて全身を映せる場所がないんですけれども、首から下ぐらいのがちょうどいいね。はい、こんな感じです。可愛くない？めちゃくちゃ可愛いんですけど。エプロン、これ買ったやつ、アマゾンで買ったやつです。白タイツにこのピンクのハイヒールを履いております。めっちゃ可愛い。マジで衣装が可愛すぎます。顔面が終わっているのが本当にもったいない。やば、解釈違い死ぬって。襟の説明を一向してなかったんですけど、なんか白い布を上下4枚、こっち2枚2枚って感じね、2枚2枚で用意して縫ったやつをこう襟元にベーって縫い付けただけ。簡易襟にとても簡単に済ませました。完成しました。よかった。本番なんと明後日でございますが、明日は一個使わなかったらおしまいだから、明日絶対作るんですけど、今日はちょっと編集をしないとおしまいなので、今日はもう残りは編集にしたいと思います。いやー、衣装作り終わってよかった。ちょっと合わせ相手の子に一応完成したって送っとこう。はい、じゃあまた明日お会いしましょう。さようなら。